はい、どうも、今日も元気にバトーレやっていきましょう。チャンプルーです。コルビです。ということで3週間ぶりの3週間ぶりのバトーレです。じゃあなしで、うん、対マン、ガチの対マン、うん、練習の時ね、きつかったね。よ、もうきつかった、きつかった。コンピューターを入れると、マジでサンドバッグ。サンドバッグなんじゃない。で、結局対マンなんですよ。そう、結局、まず、相手バッグで、もう一人倒すの待って、結局対マンになるから。昔このゲームをやったことある人はどういう風にするんでしょうか。それほどうわっ、ゲームが熱いんですよね。ね、マジで。ジャンプが入らんかった。角度によるんだね。あ、そうなんだ、うん、ちゃんと背中ついてないとダメかな。うん、確かそうだった気がする。あー、それか。これコンボするときあれだな、相手を、相手のなんて背中を壁に使ってないといけない、うん、コンボが重要かもしれない。むずいここまで考えたらやばい。ここまで来るともうやばいよ。やばい、このゲームで。このゲームで何を目指してんだって感じがあるよ。神々の戦いだ。ちょっと待って、これね。
ほら指が絡まっちゃう。さすがにあれは取り壊したくなかったな。当てれてよかった。クラハリ強いね。やっぱクラハリなんだよな。一撃にかけるんだったらディメンションブレイクがいいけど、射程が長いよね。そう、当てやすいし、なんか格ゲーでいうゼロフレームだと思うんだけど、さあこれは遠いからよかったけど今のやばい。開幕強エイリアン、さあこれ当たるか。2ヒット。あ、これは強かった。これは強かった。強かったのばっか当たったから。今のアーテカンが良かった、強かった。うまかった。相手の HP も見て、ストックも見ながら、場所も見つつ戦わないといけないし、かなり難しい。難しいです。カルバトレ、本当に面白い。面白い。マジで、この動画を見てる人は、本当にやってほしい。今までやったことなかった人でも、全然やれるよね。本当に楽しいから、こういうの。怖いね。ちゃんとここでガードガード入るのかな。あーいい、よし、ダメ行こうか。オッケー、やっぱね、差し込みが、あー、広がってきた。 HP と装飾と、あと効果弾かどうかを見れたら、ね、一番強いです。壁が弱すぎる。マジでカラーの切って帰れるようにしてほしい。あー、マジか。ディメンションブレイク、ディメンションブレイクかな。カルバトレ2を作る開発者の方に利き手セレクトして、利き手セレクト機能が欲しい。それなんなら俺左利きだからな。左の方やりやすい。しっくりくるよね。そう、しっくりくる。マジ大変だ。キッチンだね。これうまくいけば4回当たるかどうか微妙。分かった。やべえ、3人だと分散してくれるけど、あ、そうそうそう、対マンだとね、一点集中だから、そうそうそう、そこなんだよ。そう、オッケー、じゃあ初戦は